大阪キング2006ステージイベント大阪キング2006閉会イベント大阪キングは2004年から2008年に開催された在反民放局の毎日放送が主催するイベント。これまでも在反の民放局のイベントとしては朝日放送主催の ABC ラジオ祭りや同局のラジオ部門が主催する MBS ラジオ秋祭りなどが開催されてきたが富士テレビが主催する お台場冒険王のような大々的なものは予算の都合などから開催されていなかった。そこで大阪に活気を取り戻そうという趣旨のもと2004年の7月31日から8月8日まで大阪城公園内一帯で大掛かりなイベントが開催された。内容は毎日放送制作の番組や協賛スポンサーによるパビリオンやミニゲームに加え、 普段は公開されない貴重な文化財なども公開された。また、期間中、西の丸庭園では、今井美希博士太郎ほか出演による、情熱大陸スペシャルライブや、大阪出身の歌手、八井田瞳による野外ライブも行われた。入場者数は目標を大きく上回る42万人を記録したが、メイン会場が入場無料であったために、大きな赤字を計上した。 2005年も前年の公表を受けて7月30日から8月7日の間当地で開催された。第2回は情熱大陸のコンサートの他に MBS が制作する人気アニメーションのテーマソングを歌う歌手による野外コンサート MBS アニメフェス2005大阪城エクスペリメントフットサル大会などが開かれた。第1回の反省を受けて第2回はメイン会場の 太陽の広場では大人500円、小学生300円の入場料が必要となった。第2回は46万人の人出を記録した。第3回からは再び入場無料になっている。メイン会場のパビリオンなどを利用するには、キングコインが必要。なお、開催期間中なら、買った翌日以降でも使えるが、翌年以降には使えない。会場内、メインステージ脇には、 OK ステーションというラジオサテライトスタジオが第2回から設置されている。ここから特番が放送されたり、会場内だけに流れるラジオ番組が放送されたりする。OK ステーションの OK は大阪キングの略だが、その年から MBS ラジオのキャッチフレーズにも使われるようになった。大阪キングの初日のメインイベントは会場のお客様1万人にスイカを切り分けるイベントで、 その年の新人アナウンサーのうち一人がその仕事を担うことになっている。第4回ではスイカの他にパインを切って振る舞い、どちらが多く振る舞えるかを競った。2回目の2005年からマスコットキャラクターを定めた。毎日放送のキャラクターでもおなじみ、第4ちゃんが王様の格好をした第4キングである。初年の2004年は、 会場内の装飾や登りでも見ることができるが、O.K. を顔に見立てただけのシンプルなものであった。2008年からは、大阪金魚という O.K. の王が顔で、K が体、ヒレの部分に見立てた金魚のキャラクターが登場している。第3回では、開催期間中の8月2日には、キー局の TBS から生中継された、ボクシング亀田ダコとベネズエラのランディエタとの、 タイトルマッチをパブリックビューイングを会場内で行った。また、グッズ物販の会場では、現金は原則として使用できなくなり、会場内で販売される、限定通貨、キングコインにイコール100円を利用することになっている。なお、クイーンスープ会員はそれで利用できる。またこの回から、近畿地方の高校生によるカレーのアイデアレシピを競う、コンクール、高校生。 カレー甲子園の決勝コンクールが行われるようになる。第4回でも前回から引き続き会場内で販売される限定通貨キングコインイコール100円を利用することになっている。また大会初日にはこの年の夏に大阪で開催された世界陸上のマラソンコースを一部使用して谷川まりをスペシャルゲストに招いて大阪キング番組対公益伝競争大会を 開催した。第5回では開催場所が西の丸庭園と天守閣本丸広場に変更され、地下鉄谷町4丁目及び天馬橋駅が最寄り駅となる。2008年秋に一部報道などによって同年度限りで大阪キングを終了することが明らかになった。主催者である毎日放送においてテレビラジオのスポット広告収入が減少したことや、 同局が地上デジタル放送設備への投資などで大幅な経費削減を迫られたことが理由とされる。その後毎日放送では大阪市などの要請を受けて2009年夏に大阪キングに代わる全局単位でのイベントを開催することを検討したが実現しなかった。開局60周年を迎えた2010年夏もテレビラジオで特別番組、特別企画を放送したり、 レギュラー番組内で開局記念の視聴者プレゼントキャンペーンを展開したりするだけにとどまった。なお、高校生、カレー甲子園もこのイベントの廃止と同時に一旦廃止されるも2012年からチチンプイプイ夏休みスペシャルとして毎年8月の中旬のある1週間に MBS テレビのスタジオでの公開性放送で復活して行われている。上記以外にも 随時公開録音などが行われる。ちちんぷいぷい夏休みにしから、南から、熱々大阪キング SP にて、そういえば、大阪キングの歌ってないなぁ。みんなで楽しく歌える歌があるといいなぁということになり、ダメ元で作詞、作曲を在津和夫に依頼したところ開学される。該当の特番において、公式ソング、私の空を、いろんな合唱グループサークルの人に歌ってもらうという、 企画が行われ最終日は中光介が大阪キング会場で私の空を熱唱した。毎日放送のワンセグのみの放送となり、在阪局では初めてのワンセグ独自放送となっている。放送日時、時間は2008年7月28日同年8月1日までの10時50分11時で、地上波では通常ライオンチャンネルと バンドウエイジの欲張り市場が放送されている時間帯で行う。データ放送の内容下記の番組内容と連動して行われるため縦表示にしてお楽しみくださいと冒頭で案内がある。ありがとうございます。